圧っていうのを前半中盤後半で圧を3つの圧をやり取りしてて、ローテーションをしていかないように切り返しをして、この前半に関しては、エッジを引っ掛けるような意識、この外に開いた体が今度2の後半で内側に戻ってくるというよりも外に行ったものが0に戻ってくるだけなんだけど、自分の目指す理想のターンをいつも追求して試しあれ。カービングについて大切なことは何ですか？川がこう高いとこから低いところに流れていくイメージ、トーションでずれてて勝手にずれたりする、うわ